サーゴはアメリカ海軍の原子力潜水艦、スケート級原子力潜水艦の3番艦。艦名はスペイン語で、大化の魚の総称サルコにちなむ。その名を持つ艦としては、サーゴ級潜水艦1番艦以来2隻目。サーゴは1956年2月21日にカリフォルニア州バレーオのメアアイランド海軍造船所で寄港した。 1957年10月10日にフランク・ティー・ワト・キンズ夫人によって命名、浸水し、1958年10月1日に艦長ダニエル・ピー・ブルックス中佐の指揮下収益する。完成に先立ってサーゴは北極海巡航の任務に当たるよう指定された。サーゴは出居前にセール部分の強化が行われた。19000マイルに及ぶ太平洋での 成長巡航後、さらなる修正が行われた。母校の真珠湾には1959年10月1日に到着し、科学計測機材が搭載された。1959年11月及び12月には、猛訓練が実施され、専門の科学者が上官した。1960年1月18日に、サーゴは JH ニコルソン少佐の式下真珠湾を出港し、 北極海における水中調査のため北へ向かった。1月25日までにサーゴはセントマシューズ島付近に到達、海氷と遭遇した。沿岸警備隊の最氷艦スタテンアイランドと合流後、サーゴは海氷に囲まれた中、初の静止潜航を行った。1月29日にダイオミード諸島を通過、北極圏を横断し、2月9日に、 北極点に到達した。最後は9時34分に北極点を通過し、10時49分に浮上した。記録では、極点から25フィートの地点であった。同日ハワイ州の旗が、極点に掲げられ、2月10日の朝に最後は先行し、北極諸島に向けて出港した。サー後は航行しながら、水路のデータを収集し、2月17日に、 t-3 氷山に達した。氷山において科学者たちと協力して実験を行い、その後ベーリング海峡、アリューシャン列島及びハエに向けて巡航した。海氷下で1万1000マイル以上及び6003マイルの巡航を行ったサーゴは新たな北極の海氷、北極海および海本の地政学的データとともに1960年3月3日、 真珠湾に帰還した。地政学的データには、アルファ海嶺、生還及び北西水道の深海部データが含まれた。この巡航の功績で、サーゴは、アメリカ海軍艦艇にとって2番目に、高位の賞である、主君部隊賞を受賞した。サーゴは4月まで修理が行われ、同月末に、ハワイ海域での作戦活動に復帰、ネパール国王のためのデモンストレーション巡航を、 行った。6月14日、サーゴは、新珠湾でドック入りし、翌日大国王ラーマ救世及び、夫人の支持キットを乗せるための準備を行った。酸素タンクの交換作業中、後部魚雷室のハッチから引かれた酸素ラインに、漏れが生じ着火した。マーク37魚雷の弾頭2発が爆発し、火災は劇的に広がり酸素ライン担当の乗組員に、 死傷者が生じた。気圧調節された酸素によって広がった火災は、ハッチを通って100フィートにわたって延焼した。造船所員を呼び、艦の乗組員は火災を抑えることができず、艦長が艦に乗り込み艦を失去させ、後部ハッチを開けたまま先行を命じた。海水が流入して火災は沈下し、サーゴは海峡で着底した。クレーン船によってサーゴは引き上げられ、 カンドックで3ヶ月の修理が行われた。10月から12月までサーゴは再び定時の訓練演習に参加した。1961年に入るとより規則的なスケジュールが設定された。1月19日にサーゴは最初の第7艦隊配備でフィリピンに向けて出航した。西太平洋では5月まで活動し、 対戦部隊の即応性を強化するため共に、潜水艦船演習20時、そのただい19回35回回戦、祝賀式典参加のためオーストラリアのシドニーを訪問した。最後は5月25日に、真珠湾に帰還した。維持作業及び沿岸での活動で7月まで過ごし、続いて2ヶ月の訓練巡行を行う。11月に、東エイドカリフォルニアで、 海軍作戦部長及び各国大使に対するデモンストレーションを行った。新珠湾に戻ると乗組員の休養及び維持作業に入る。1962年の冬から春にかけてサーゴは西太平洋への拡張巡行を行い、その功績で主君部大賞を受賞した。新珠湾に帰還すると沿岸活動と維持作業に入る。7月に 真珠湾海軍造船所に入居し、オーバーホール作業は1963年をはじめに完了した。サーゴは銅造船所において燃料補給を受けた初の原子力潜水艦となった。1963年7月半ばに西太平洋への拡張巡航を行い、10月にハワイに帰還6ヶ月間の沿岸活動を行う。 1964年4月から10月までサーゴは、再び西太平洋に展開した。8月には、トンキン湾事件に対する支援作戦に参加した。ハワイに帰還すると沿岸での活動及び維持作業で、翌年まで過ごす。1965年4月、再び西太平洋に展開し、6月に、東太平洋での作戦活動を再開する。5ヶ月後に、 太平洋を横断して東に移動。1966年2月にハワイに帰還し、新珠湾海軍造船所に入居。続く2年間をオーバーホール及び燃料補給のドック作業で過ごす。1963年から65年の間にサーゴはもう3つの主君部大賞を受賞した。サーゴはオーバーホールで3番路の路心が交換され、 1968年4月5日に出居した。回復訓練の後6月に任務を再開し、西太平洋への拡張巡航を行う。1974年まで太平洋西部及び東部への巡航、訓練作戦への従事を定期的に行い、その中にはイギリス、オーストラリア、アメリカ軍による1969年1月の南シナ海における演習も含まれた。 最後は1988年4月21日に退役し、同日除籍された。最後の船体は1994年4月14日に原子力艦再利用プログラムに従って解体が始められ、1995年4月5日に作業は完了した。ありがとうございます。